こんにちは。こんにちは。赤沼慎太郎です。今回は青木八景さんと一緒に対談をお送りします。青木さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとさ、本題に入る前にさ、それ白ウェイで白ウェイってこと？そう、たまたまこれ野球たまたまなの、うん、野球道、あ、野球ウェイで野球道、野球道だけど白ウェイとも読める。売ってたの、それが？たまたま。そう、たまたま売ってたんですよ。嘘でしょ、絶対に。すいません、うん、作ったの自分で。作った自分大好きかい。いや、すいません、よくあるほら、あのオリジナル T シャツ作れるサイトあるじゃないですか。それで作った。それで作ったんですよ。それ何、要は売ってるってこと？そう、売ってもいます。売ってるの？売ってます。普通の人買えるの？まあ、自分で売って自分で買ってるんですけど。へ、どこにあるの、それは、そのページは？あ、それはあの後で。じゃあここにちょっと QR コードでも貼っときますか。あ、そうですね、ありがとうございます。他にもあるんですか、そういう？あります、あります。うん、奥さんと一緒に作ってます。あ、奥さんもやってる？やってます。デザイン、デザイン T シャツばっかり。 T シャツとかバッグとか。バッグとか雑貨系が。はい、なるほど。じゃあ白衣、変な宣伝になっちゃいましたね。白衣に関心がある方はぜひこちらの白衣ショップで。白衣ショップで。白衣ショップ。白衣になってます、ここ。 A じゃなくて W なの？ W なんですよね。それはこだわりなんですよ。野球どうだからね。野球、はい、野球が好きなんで、はいはい、すみません。まあどうでもいいんですけど、はい、すげえ恥ずかしいですね、それ。いやわざわざ来てきたかったさ、なんか気になってたのさっきから。いや、本当ですか、嬉しくて、はい、本題に入りましょう。はいはい、はい、あの今日はじゃあ僕の方から。はいはい、何ですか？この前ですね、うん、あの指令の社長さんがですね、はい、うん、よく債務超過の会社って、うんうん、あのお金借りられない言うじゃないですか。言いますね、うん、ね、あれってどうなのって聞かれたんですよ。ああ、どうなのって、うん、で、私もあの債務超過だと融資受けられないっていうのはよく聞くなと思ってるんですけども、うん、債務超過でも借りられるケースってありましたよね。まあ中にはね、借りられるっていうケースもありますよね、うんうん、なるほど。じゃあ、まあ、質問が2つあるけど、1つがその、まあ、なんで債務超過だと借りられないのか。そう、一方で、でもそういうふうに言ってるけど債務超過でも借りられるケースってあるのはなんでみたいな。そうです、まあ、その2つの質問みたいな感じですかね。その通りです、ね、なるほど、はい、なるほど。じゃあ、まあ、まず最初のその質問の債務超過というのはだとなんで借りられないのかっていうところでちょっとねお話ししますと、うん、まず債務超過というのはどういう状態かと、はい、いうと、まあ、これってあの実は以前の動画でもすでにもお伝えしている債務超過とはっていう動画を撮ってますので、まあ、ぜひですねそちらもちょっと見てもらいたいんですけども、今回はですね、うん、ちょっと難しい話とかちょっと抜きにして、ちょっとなるべく簡単に端的にちょっとお伝えしたいなと思います。いいですね、それがいいです、はい、お願いします。まあ、あの債務超過の状態っていうのは、あの貸借対照表の純資産の図がマイナスになっている状態なんです。ちょっと分かりやすくここにねちょっと図を差し込みますけども、うんうん、まあ、つまり左側がまあ資産なわけですね、まあ、現金とか預金とか売掛金とか、まあ、あとは不動産とか機械とかね、はい、まあ、そういったものがあの載ってますけども、まあ、今より資産ですよね。でこの資産を全て現金化してしまって、まあ、キャッシュに変えると、うん、まず一旦ね、うん、でそのお金でこの右側っていうのはですね、あの負債なんですけど、負債っていうのは、まあ、買掛金とか未払い金とか、うん、短期の借入金とか長期の借入金といったもの、まあ、いわゆる負債ですよね、そういうのってね。でこの負債の支払いにさっきその資産を全部現金化したお金で全て払っちゃうと、うん、したとしてもお金が足んなくて負債が残ってしまうという状態なんですよね。この図で言ったら、うん、まあ、資産が5000に対して負債が7000、うん、そうですね、うん、ですので、まあ、2000足りないですよね。そうですよね。この左下の純資産の部っていうところがマイナス2000になっているっていうのは、まあ、2000足りてないよってことなんですけども、うん、まあ、つまりこの状態の会社っていうのは今ね、仮にすぐこう会社を畳んでですね、清算して しようと思ってですね、思っても、まあ、負債、まあ、つまりこれで借金ですよね。つまりね、負債っていうのは、うんうんうん、借金が返せませんという状態だということですよね。まあそうですね、うんうん、じゃあこういう状態だと分かっている中でね、今言った通り、うん、そういった会社に、うん、じゃあ派遣ならお金を追加で貸しますか？まあいやまあ今現状ね、うん、資産以上に借金があるってことは、う
まあ、貸したお金が返ってこない可能性が高いですよね。そういうことですよね。ちょっと嫌ですよね、それは。まあ嫌ですよね、うん、ですよね、うん、まあ、つまりこれが銀行が債務超過の会社に貸さない理由じゃないですか。同じですよね、まあ、シンプルなんですよ。ですよね、うん、そうなんですよね、ですよね。じゃあ例えばね、債務超過の状態にあると、はい、まあ、さっき言ったように資産を現金化して全部差当てても足らないという状態は債務超過の状態にあるんだけれども、うん、その理由って実は昔ちょっといろいろありまして、まあ、ちょっと赤字がついた時期があったと、うん、まあ、会社とこう長く続いてきたらね、山あり谷ありでね、で谷の時にまあ深い谷があって赤字がついてしまって、その頃の名残で今もなお債務超過の状態にありますと。なんだけどもそれは過去の話で、今はだいぶ立ち直ってきていて、うん、いわゆる損益は儲かっていると、しっかりと黒字になっていると、うん、でそれがもうここしばらく続いてるんだけども黒字の状況が何年も、うん、でも昔の名残があって今現在はまだ債務超過にありますよという状態、うん、そういう会社だったら白衣はじゃあ貸しますか。まあそれならね、うん、今後の儲けから、ね、うん、返してる可能性がありそうなんで、うん、まあ、検討の余地ありって感じですかね。なるほど、そうですね、うん、検討の余地ありと、うん、じゃあこういう会社どうですか、うん、債務超過の原因が一時的にね、例えば2年前に大きな会社を出してしまったと、うん、まあ、ちょっと理由があって2年前に大きな会社をしましたと、うん、でそれが原因で債務超過になってしまったと、うん、一時的にドカンと大赤字出してね、うん、だけどその原因はもう今現在解決していますと、うん、で前期の去年のね決算の損益は好調 で今年も引き続き今も好調で、さらに売上利益も増やしていけますよっていう状態で、さらには今年で、まあ、2年前に作ったその債務超過になってしまったということの債務超過も解消できそうですと、そういう会社だったら派遣貸しますか。まあそれなら貸すかもしれないですね、うん、だって債務超過になってしまった原因が、うん、まあ、一時的なもので、うんうん、そうですね、一時的なもので今は解決していて、うん、まあ、損益も好調なんですもんね、うん、そう、なんか普通に返済できそうな気がしますけど。なるほど、うん、まあ、そうですよね、そうとも言いますよね。じゃあね、次はねまだまだあるあと1個だけで、はい、じゃこういう会社どうですか。会社は債務超過ですと、まあ、確かに状況はあまり良くありませんと、はい、ね、だけど今一生懸命経営改善の活動をしていて、まあ、少しずつだけども良くなっていますよと、うん、でその益も一応まあ赤字じゃないよと、まあ、多少黒字ですよっていう会社なんです、まずね、あ、まあ、そういう会社だとまだきついな、それはね。ただね、そのたさんにまだねでもね焦った実は、うん、オーナー社長が株主兼社長ね、よくあるじゃないですか中小企業、オーナー社長がめちゃくちゃ資産家ですと、はいはいはい、でもう不動産もたくさん持っていて、はい、もう預金もたくさんあって、うん、株なんかもね、上場会社の株なんかもたくさん持っていて、もうお金持ちですっていう、そういうオーナー社長の会社だったとしたらどうですか。それはあれですよね、社長はその会社を立て直したいで頑張りますって思ってるってことですよね。そうですね、もうこの会社を自分ともう一心同体だと思っていて、うん、まあ、立て直したいし長く続けたいと思ってるという会社さんですね、うん、まあそれならね、うん、なんか社長の個人的な資産も含めて考えていいなら、うん、まあ、貸せるかもしれないですよね。そうね、うん、社長の個人的な資産も含めて会社と一緒に見たら貸せるっていう、うん、そういう考え方もありますよね。はい、つまり銀行も今言った白衣と同じことを考えてるんですよ。うん、どういうことですか。つまりさっきのもう一つ目の質問で債務超過でも借りられるよね、なんでって言ったじゃないですか、うんうん、その質問の回答がこれなんですよ。はいはいはい、なるほどね、うん、ああ確かにこのね、うん、3つのケースなら貸しても大丈夫かなって思いますから。そうですよね、まあ、銀行も融資する可能性、うん、あるってことですよね。そう、ここにちょっとね今示しますけども、うん、さっき今質問した内容ってこの3つのケースだったわけですよ、うん、これだったら貸すかって言ったのが3つね、まあ、これちょっとあくまでも例なんで
全てがこれだとは言わないけど、まあ、他にもいろんなケースあると思いますけど、例えばこういう3つのケースだったらどうですかって言ったら、はっきり貸せますって、うん、貸せる可能性があるとかね、検討できるとか言ってますけど、これはもうまさに銀行も同じようにこういう状況であれば債務超過であっても貸せる余地があるかなって考える。だから債務超過だからズバッダメっていうわけじゃなくって、そういうケースもまあ中にはあるよと。もちろんでもそれは必ず貸せる融資を受けられるとかじゃなくって、あくまでも可能性があるというだけの話ですけどね、うん、なるほど。まあ、でもこういうような形で、うん、あの債務超過の会社であっても融資を受けられているケースっていうのは実際あります。なるほどね、はい。ただ、まあ、最近ですとね、少し前 の, あのコロナ禍の時にですね、コロナ融資というのがあったじゃないですか、はい。あの時って結構債務超過でもジャブジャブ借りてたんですね、いろんな会社さんね、うんうん、だあれを経験している会社さんがね、債務超過でも借りられるでしょっていう勘違いしてしまっているケースって実際あるんですけども、はいはいはい、あれはもう本当緊急事態の、ね、対応になりますので、うん、あれは普通の状況じゃないんで、あれは全然参考にならないわけで、あの時に借りられたから今も借りられるでしょっていうのは間違っていてですね、基本的にはやっぱ債務超過だと借りられない、借りにくいという状況にありますので、やっぱそこは改善しなきゃならないんだけども、ただ今現在債務超過であっても、まあ、こう立ち直っているようだとか、もう近く債務超過解消できそうですよというのが、しっかりと、ね、納得できる形で示せれば借りられることもできるし、あとは社長個人の資産も含めて BS を見たら、トータルで見れば資産超過だよねって評価できれば、まあ、可能性があると、まあ、そういうイメージで考えられるということですね。よくわかりました、はい、伝えておきます、はい、知り合いの社長さんよろしくお伝えください、はい、はい、ということですね、まあ、債務超過と借りられないか、借りられているケースはどういうことかということについてお伝えしました。ぜひですね、ご参考にしてください。青木さん、今回もありがとうございました。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 